まあ、美容男子が一人いらっしゃいまして、そこをねちょっとみんなでかっこよくしていこうっていうこの企画を立ち上げました。よろしくお願いします。はい、ダサいダサいって言われちゃったんだよね。ダサいって言われました。こっち側いきますね。はい、はい、せーの、こんな感じです。あ、痛い痛い。でもちょっと痛い。はい、夜の6時半は綺麗になる時間ですよ。翔子のビビッドな日常スタート。はい、今回はまたちょっと様子が違うでしょ。でも一回見たことあるかなと思うんですけども、今回はちょっと大型企画っていうことで、一人をねどん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 ねかっこよくしていくっていう企画をね今日立ち上げたんですけども、なぜそれが立ち上がったかっていうと、ゴールデンウィークの時にね宴会しましたみたいな動画をこちらの方に上げてたと思うんですけども、その時に一人だけね、すっごい男前なのになぜかもったいないと、もうみんなにいじられまくって、もちろん笑い声がちょっと聞こえてるんですけどもいじられまくってて、まあ、美容男子が一人いらっしゃいまして、そこをねちょっとみんなでかっこよくしていこうっていうこの企画を立ち上げまして、これね長くなると思うんで5回くらいのコースになるかなと思うので最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、で、ね、男性のねモデルさんで今日来てるんですけども、もともとね男性だから関係ないと思うでしょ。違うんですよ。私たちはねパートナーだったりとか旦那さんとかをかっこよくとかね、どんどん一緒にレベルアップしていくと自分の評価も上がっていくんです、実は。はい、これ私が結婚する前にトモさんのね、その時にすっごいダサかったとみんなに言われてたんだけども、結婚してからすごく垢抜けたとかすごく言われてた。そう、同じことを今日はねかっこよくしていくための第1弾として、はい、ゆくちゃんお願いします。はい、よろしくお願いします。先日私が綺麗に眉毛してもらった時に撮ってたら、その次の日に予約を取ってたっていうね、トモさんもね、はい、していただきました。やっぱりねちょっと男前になって帰ってきました、はい、ありがとうございます。どういう方が多いですか。私は中学生から。あ、中学生から60代の方まですごい幅広い、はい、幅広い。でもやっぱり男の人とかだとね、うん、絶対一人で、うん、なかなか自分で来るの難しいじゃない。そうですね。誰かなかったの。奥さんとか、はい、彼女とか、あ、が紹介してくれてるんですし、すごい多いです。わかりました。なので皆さんも、うん、自分もね困ってたらぜひなんだけど、やっぱり一緒にあれねかっこよくなっていただきたいし、男性は特に眉毛おかしいとね、ちょっとね、ちょっとだよね、ちょっとじゃないか、結構ですね。はい、なのでじゃあ今日は、はい、私たちがプロスでもすごい。やっていきたいと思う、はい、くぎくんを、はい、はい、呼びたいと思います。はい、くぎくん、はい、よろしくお願いします。はい、ダサいダサいって言われちゃったんだよね。ダサいって言われました。いっぱい言われました、ね、言われました、はい、そう、もうねすごいね可愛くて、もともとね男前なのになぜかよく会った後者にもったいないって言われるんですね。そうですね、最近、うん、余計に言われますね。そうだよ、はい、そうで最近ねずっと会った時20代だったんだけど、気がついたらいくつでしたっけ。今34です。やっぱり30代30代のでどんどん大人になっていく時にやっぱりねこう垢抜けていくっていうか、大人のね魅力っていうのを今回総決算でみんなでねやっていきたいと思います。どうです、なんかいきなりいじられてマイクないけどいきなりいじられて、はい、なんかここに連れてこられましたけど、はい、どうです、気持ち的には。気持ち、どんな、うん、なるんだろうっていうワクワクと、うん、あ、やっぱちょっと嬉しい。あ、嬉しさはあとちょっと気恥ずかしさ。あ、ちょっと恥ずかしいんだね。はい、はい、なのでそんな感じで、はい、今日は眉毛と私のスケジュール表には眉毛&鼻毛って書いてあるの鼻毛もやるの。鼻毛は皆さん本当に大事です、これ、うん、あ、そうなんですね、はい、あ、男の人たまに見えてる人いるもんね。マスクだったからこそなおさら見えてます。それこそ女性も意外にいらっしゃるんですけども、うん、気になる、うん、いや、もう鼻毛は届いてる、うん、はい、ではないです。はい、はい、ということでこの間ね眉毛しか皆さんに紹介してなかったから、うん、今回プラスアルファ鼻毛鼻毛問題をね、はい、ちょっとやっていきたいと思います。はい、では行ってみます。よろしくお願いします。あいちゃんです。はい、今回はディレクションということで全体を、はい、監督を今日やってあります。ディレクションでございます。ね、すごいです、はい、こんなにも集まっていただいてっていうことで今日ね、バッキーでね、やっていきたいと思うんですけど、はい、一人だけだったよね、いじられてたの
そうですね。でもいじられてるってことは愛されてる、愛されてるね。本当ダサかったら気持ち悪いで終わりますもん。確かに。で特にね、男の子って言ってもらえないもん。無理ですね。人によってもちろんこう体型が違うように眉毛が違うじゃないですか。だから出来上がりがこういかにも感っていう眉毛じゃなくて、その人の骨格とか自然の眉毛に合ったようにデザインを変えてくれるので。しかもゆかさんの場合すごいのは、受ければ受けるほど眉毛の形が定着していくんですよ。びっくりしました。その時眉毛のリアルのセミナーをね、やってたんですけど、やっぱり眉毛ってすっごい大変。あ、形が自分で取れないので、一回プロに入ってもらうと、できました。おお、ちょっと優しい感じの印象はもちろんなんですけど、今日はちょっと男性らしさをちょっと強調させていただいて、キープ止めで書かせていただきました。大丈夫です。綺麗。綺麗。こんなのです。綺麗。ここから、はい、鼻毛に突入。鼻毛に突入します。ね、ここ私たちもね、見たいよね。見たい。はい。なんか私一気にやるもんだと思ったけど、ちょっとずつだったらね、お店によって一気にやるとかもあるんですけど、あれはちょっとやっぱり私的にも拷問かなと。そうだよね。そういうので、風邪ひきそうだね。右側から、はい、あ、出てますね、ちょうど。ちょうど出てるって、はい、ちょうど出てます今。テンション上がってますね、今。ほんと好きなんですよ、鼻毛出た。鼻毛カッターとかってあるじゃないですか、はいはい、やっぱりあれよりは、取っちゃった方がいいんですか？鼻炎とか花粉症の方は、やっぱりその花粉症だったら時期を避けていただきたいんですけど、うんうん、基本的にやっぱり表面だけだとすぐ伸びますし、はいはい、でもこの鼻毛もちゃんとやっていただくと、私そうなんですけど、だんだん細くなってきて、今ほぼほぼやってないんですよ。結構変わりますね。あ、そうなんだ。もっとね、絵柄がもっと面白いかなと思ったけど、そんなに大丈夫？変な感じじゃない？全然大丈夫。ちょっとだけ面白いかな。はい、初めてだ。こっちが行きますね。はい。せーの、こんな感じです。痛い。でもちょっと痛い。ああ。慣れて毛はね見せたいんですけど、すごい痛いと思って。あ、本当だ。あ、本当だ。結構抜けてるよ。結構抜けてる。なんか爽快。爽快だね。そんな動画あるんだ。あ、でもストレス解消になる。なりますね。綺麗になって。ありますよね、意外と。これ鼻毛抜くのは1ヶ月に1回ですか？そうですね、大体皆さん眉毛と一緒に。あ、そうなんだ。逆に1ヶ月に1回でいいんだったら日々の、あの、あれいらないですよね。あ、そうなんですよ、だんだんいらなくなりますね。確かに、だんだん細くなっていくんだったら。そうですよね。そうなんですよ。でもあ、でも全然綺麗。綺麗、どの角度で見ても綺麗だよ。綺麗綺麗、めちゃくちゃ綺麗。あ、ありがとうございます。はい、やっていただきました。どうです、すっごいいいね。なんかすごくスッキリしましたし、やっぱり変わりました。うん、変わってる。なんか男らしい中に優しさがあるんだけど、さっきちょっとこう角度がつきすぎてたのかな。ついてます。そうです、ね、なのでちょっとなんかきついっていうか、柔らかい顔はしてるんだけど、んって僕みたいな、僕みたいな、そういう印象になるんですね。そう、はいはいはい、今はすごい感じ。ありがとうございます。あとね、この角度めっちゃね、ほら鼻の中もよく見えるんですよ。確かに、すっごい。だからだよね、男の人ってやっぱ背高いから、すっごい私男の人は鼻毛よく出てるなんてずっと思ってたもん。そこで、ね、こういう角度見るから、ここの、ね、角度が、ね、確かに。でもどうですか、私あの初めて鼻毛を見る、鼻角度を初めて見て、あの次回私もやってみようと思いました。女性もやっぱり気にした方がいいよね。女性も気にした方がいいです。マスクに頼っちゃダメですね。頼っちゃダメ。だからこうなってるとちょっと育てたりとかね。そうなんですよ、ね、育てがちなんですけど。育てがち育てがちなの。はい、女性もそれが違うんですけど、はい、そこをちゃんと撮ってあげれば、はい、見てる人見てるんで、なんかね、素朴な疑問なんだけど、ナイフサロンって今鼻毛も一緒にプラスっていうのはどこでもやってるもんなの？いや、どこでもではないですね。あ、そうなんだ、うん、そうだって。あ、でも今眉毛やるんだったらやっぱりね、お花もついでにやると便利だよね。
新しい視点でした、うん、そうですよね、女性の方が背低いから見えますよね、見える、うん、なんかね、この角度ちょっと ちょうど今まであんまり見えてたから、うん、そんなにそのあって思わなかったんだけど、うん、でやっぱ出てたら気にはなってたけど、うん、でもこの角度で本当に今ねここがツルツルしてるのを見るのだからすごい清潔感があって、うん、多分ほとんどそれ世の男性気づいてない、気づいてない、私だって気づいてなかったからでもねずっと見てるからね、うん、ただやっぱりそれで清潔感もねあるっていうふうに見えるのもそうだし、で女性も女性でねちょっとねだんだん目がね私たちの年代ちょっと薄くなってきたりとかすると分かんなくなっちゃう、ひげ生えてるのも分かんないってことは、肌毛生えてるのも出てるのも分かんないってことじゃない、そうですね、やった方がいいね。もう本当あの罰ゲームのイメージだったから。そうです。ね、一度じゃなくていいんだね。一度じゃなくていい、ちょっとずつ、そこも優しさですね。優しさでね。でも最初痛そうにしてたけど、二回目くらい。そう、二回目くらいではだんだん平気になりました。じゃこれは慣れなかった。慣れもありますね。はい。ありがとうございます。はい、なので皆さんの今回の、引き続きあのどん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 変わっていくので、はい、あの忘れないようにね、はい、していただいて今回は眉毛と鼻毛を綺麗にしてきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、また次の動画